どうも、ハラケンでございます。今回はね、またかなり間が空いてしまったんですけれども、久しぶりによさこいの動画です。まあね、よさこいもね、まあね、これはこれまでのね、私のよさこいの動画の中でも散々話してきていますけれども、昨年2020年はね、新型コロナウイルスの感染拡大の影響もありまして、それこそね、東京オリンピックが延期されたりとか、あとなんといってもね、よさこいのみならず、なんて言うんだろう、お祭りとか花火大会とか、そういったね、結構大きな催し物はほとんどがね、基本的に現地開催って形での開催は行われませんでした。一応ね、よさこいに関しましては、まあね、10月以降になるかな、現地開催っていう形で開催したお祭りも、まあね、ポツポツとありはしたんですけれども、その多くがね、このコロナ禍によるこれまでになかった新しいお祭りの企画だったりとか、既存のお祭りに関しても例年とは大きく形態を変えての開催って形になっていました。と、まあそういった中でね、今年2021年迎えたわけですけれども、今年のお祭りに関してもね、一体どうなっていくのかなっていうふうに心配されてはいました。でもね、今年2021年に関しましては、もちろんね、やっぱり例年と同じような形というか、そういった形でのお祭り開催はできていませんが、少しずつね、開催されているお祭りも増えてきてるかなって感じになっています。中でもね、今月の3日と4日、4月、今月のね、最初の1週目の土曜日と日曜日には、京都府京都市にて京都桜よさこいが開催されました。この京都桜よさこい、まあ通称ね、桜よさっていう風に略して呼んでいるんですけれども、もちろんね、開催の規模とかそういったものはあまり大きくないようにして、参加されていた踊り子の皆さんにはね、マスクの着用を徹底したりとか、このご時世ですからね、まあ感染症対策とか、そういった予防策とか、そういったものもね、しっかり徹底した上で開催されたって感じになっていまして、さらにね、見に行くことができないよって方のために、インスタグラムの方でね、ライブ配信も行われていました。そんな今回の桜よさではね、管楽よさこい連エンドちゃんとかが今年2021年度の新作の演舞をお披露目していたりとか、あとはね、名古屋とか福井、さらにはね、東京からも遠征っていう形でね、お祭りに参加しているっていうチームさんもいらっしゃいました。ここのところね、関西地方、その中でも特に大阪かな、大阪がね、またね、新型コロナウイルスの感染者数が多くなってきているっていうのがちょっと心配かなっていうふうには思いますが、その中でもね、こういったイベントが無事に開催されたっていうのは、かなり明るいニュースになるんじゃないかなっていうふうに個人的に思います。またね、審査も行われたみたいで、今回の作業者大賞には共演袖振れロンドさんが選ばれたそうです。共演袖振れロンドの皆さん、この度はね、作業者大賞受賞、本当におめでとうございました。さて、そんなよさこいなんですけれども、よさこいといえばね、なんといっても高知県高知市で毎年8月に行われておりますよさこい祭りですよ。このよさこい祭り、まあね、よさこい界で、まあ、最も歴史が古いお祭りってことで、昨年ね、67回目の開催が予定されていたんですけれども、あいにくね、この新型コロナウイルス感染拡大の影響によりまして中止となってしまっていました。そういった中でね、今年迎えた2021年も、まあ、今年もね、2年連続で中止になるんじゃないのっていう風に心配する声も多く聞かれていたんですけれども、今年はどうやらね、規模をね、縮小した上ではありますが、例年とスケジュールもちょっと変更した8月19日、20日の2日間にあたって開催するっていう形で検討が進められているみたいです。まあね、このよさこいっていう文化はどうしてもね、人々が集団になって全体でのね、群舞を見せるっていうのが最大の見どころとなっているお祭りになっているんで、踊っていることそのものが密になってしまうっていう、そういったお祭りの文化でもあります。でもやっぱりね、それが最大の見どころっていう風に目打ってる以上は、その分ね、お祭りそのものと感染症対策の両立っていうのがね、このご時世では特に重要なんじゃないかなっていう風に思います。個人的にはね、このよさこいは、まあね、まだ歴史は浅いですけれども、将来はね、日本の伝統芸能の一つと言われていくような存在になっていくんじゃないかなっていう風に思っていますしね。で、そんな感じでね、おそらく運営されている運営会の皆さんとか、行政、自治体の皆さんとか、いろいろと模索をし続けたのでしょう。どうやらね、例年とは異なるスケジュールと内容にはなりますが、なんとか今年は開催したいって形で、検討調整を進めているって情報がね、入ってきて、個人的にはすごくホッとしています。ちなみにね、スケジュールに関しては先ほども少し話しましたが、例年だとね、よさこい祭りって、8月9日に前夜祭が行われて、8月の10日と11日の2日間で本祭が行われて、最後12日によさこい全国大会って、今よさこい祭りとはね、別の形式のお祭りと、あとはね、よさこい祭り自体の高野祭、これらが行われるって流れとなっています。それが今年は例年より1週間ね、スケジュールを遅らせた上で、19日と20日か、2日間のちょっとね、縮小した形での開催っていう風に感じで、開催に向けて話を進めているようです。まあこのあたりのね、最終的な開催決定に関しましては、今月中にね、行われる予定であります理事総会をもって正式にね、全体が決定されるって形になっているみたいですね。
といった感じでよさこい祭りも例年とはね異なる形での開催っていう風になりそうなんで、おそらくね今年お祭りに参加されるチームさんは多分ですけど高知県内のチームのみとかそういった感じになるんじゃないかなっていう風に予想しています。まあね、社会情勢も情勢ですから県外チーム、まあとりわけね四国4県以外の県外チームについては今年のよさこい祭りに参加することはねなかなか難しいんじゃないかなっていうふうにも思いますね。でもまあこれに関してはね、まあ高知県外に住んでる身としてはまあ残念だっていうふうに思わざるを得ないところもあるかもしれませんけれども、何よりもね昨年はお祭りの開催そのものが実現できなかったわけですから、今年に関してはねひとまずこのお祭りっていう文化がね開催っていう形でこれからね紡いでいけそうなだっていうのはね個人的には嬉しいなっていうふうに思っています。でもまああれですよね、まあこのご時世ですからこういった形でもね例年通りの内容でのお祭り開催とはならなかったとしても、よさこいのお祭りの文化っていうものをね繋いでいく紡いでいくこと自体が大切じゃないかなっていうふうに思っているんで、これからもねこの流れに追随するというかそんな感じで開催を決めていくお祭りが増えるといいなって思いますね。でもねそんな中ですよ、先ほど話しました桜さ京都桜よさこいの中でねちょっと懈怠だなって思ったことがありまして、やっぱりねこのご時世の中で新型コロナウイルス感染者のね人数が減らないってこともありましてね、それこそなんだろう、まあねまん延防止の措置とかそういったことをね発表する行政もありますし、この作業作業の参加を辞退してしまったっていうチームさんもやはり少なからずはあったみたいです。まあねやっぱりチームのねメンバーの方々の安全とか健康とかそういったことをね第一に考えてやむなく出場を辞退せざるを得なくなってしまったっていうのはこのご時世ですからね仕方がないなっていうふうに思うんですけれども、なんかね私が聞いた情報によりますと、このね今回作業さんに参加することを辞退されたチームさんの中には、匿名性を生かしてね世論から攻撃されたっていうことが原因で参加を辞退せざるを得なくなったっていうチームさんもいらっしゃったみたいなんです。まあねこのご時世でねいろいろ安全性とか健康の問題とか様々な問題がね出てきてしまう情勢になっているんで、いろいろなね意見を持つ方々がいらっしゃるのはまあね仕方がないかなっていうふうに思うところはありますけれども、それでもね個人的にはこうね匿名性をいいように使って誰かをね陰湿に攻撃するっていうのはもうそれはねその時点で人としてね悪だと思うんですよね。攻撃それこそ誹謗中傷もそうですよね、そういうことをする時点でもうね人としては論外かなって思います。まあなんか世間ではねマスク警察だとか自粛警察だとかそんな風にね言われているような人たちも少なからずね出てきたりしてて、まあ問題になっていますけれども、なんていうかな個人的に私自身がね思っているのは、そういったね一方的な正義感そういったことをね無理くり人に落ち着けるような形で攻撃するようなやからはもうね言ってしまえばインフルエンザとかそれこそ新型コロナウイルスとかそれ以上に極悪なストレスっていう名前のウイルスをね周囲にばらまいているもう最低最悪のねバイオテロリストだというふうに思っています。もうねこの際だから言ってしまいましょう、そんなね人を攻撃したりとか誹謗中傷したりとかそういったことをね悪びれずにするような自粛警察とかいうこの世のガンみたいな人はもうねこの世から消えていなくなれと、まあそんな感じでね久しぶりにちょっとね過激な言葉も使ってしまいましたけど、何にしてもねこういったよさこいだけではなくって様々なねお祭りとかイベントごととかはまあねこのご時世ですからもちろん感染症対策とかそういった予防策とかそういったことを取るのは大前提かなっていうふうには思いますけれども、もうねなんていうか世の中にはびこっているなんか同調圧力というかそんなねもうはっきり言ってしまうこの世の無用の長物ですよ、そういったものには屈さずに少しずつでもいいので開催に向けて頑張っていってほしいなっていうふうに個人的には思いますね。まあそれこそね先ほど話してきました自粛警察とかいうふうに言われている人たちなんてね、まあはっきり言っちゃえば日本とか世界の経済を止めて人々の生活を潰してやろうっていう風に目論んでる人たちばっかりだと思いますしね、なので個人的にはまあ言ってしまえばね聞く耳を持たないのが得策かなっていう風に思います。といった感じでねまあかなり今回は久しぶりのよさこい動画なのに後半はもう毒吐いてばっかりになっちゃいましたけれども、最後にね私原健自身の今年のねよさこいに関しての活動について少し話しておくと、今年はまあね昨年に比べればまあお祭りも開催されてくるのかなっていう風に思いますし、それこそ特に東京とかその近郊ですよね、そのあたりでのお祭りが開催されて、まあ私が所属しております、もうね、よさこいソーランチーム知らぬいが参加するよっていう風になった時は、私自身もね、そういったお祭り参加していこうかなっていう風に思っています。その際はね、その時のお祭りの模様を、まあなんて言うんだろうな、参加している踊り子視点からって形で撮影してね、動画にしていこうかなっていう風に思っているんで、その動画もね、ぜひ皆さん楽しみにしていただければ幸いでございます。といった感じでね、今回はかなり私自身の本音というか、そういったことをぶちまけるような感じになっちゃいましたけれども、一応以上にしようかなっていうふうに思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして気に入ってくださった方は高評価などよろしくお願いいたします。
また私は Twitter と Instagram もやっておりますので、よろしければそちらのフォローもお願いします。それではまた別の動画をお楽しみに。ハラケンでした。今年1年、よさこいが楽しめますように。